さあ、なぞなぞの準備はできているだろうか。では準備をして早速始めよう。いえ。ハロウィーンの時期に撮影された2人の写真を見てみよう。1人は本物の幽霊なんだが、誰かわかるだろうか。左の人物は地面に足跡を残しているので本物の幽霊ではない。ということは幽霊は右だ。さて、本物の幽霊を見つけたわけだが、この先には別の生き物もいる。これは2人の親友の写真だが、1人は実は魔女なのだ。どちらが魔女か当ててほしい。ハイブーツの中に魔法の杖が隠されているのが見えるだろうか。この二人の有名ブロガーが最近投稿した写真を見てみよう。どちらがヴァンパイアだろう。右側のブロガーだ。ほら、ランプがついているが彼女には影がない。さて、二つ三つ探偵事件を解決するのはどうだろう。金持ちの令嬢ジョージア・ライトが毒殺され、彼女の親友が警察に捜査を依頼した。カラム刑事はまず家の周りを歩き回り現場を探った。家の中には大きな庭、4つの寝室、4つの浴室、居間、台所、食堂、書斎、映画室があり、ジョージアは寝室で発見された。容疑者は全てこの家の人間とされる。彼女の親友マドレーヌはこう証言する。彼女はこの寝室で見つかったの。ジョージアのいとこでちょうど遊びに来ていたジェームズの証言はこうだ。ゲームルームで一日中ビデオゲームをしていたので何も知らない。コックのスミス夫人は、私の料理は最高の品質でこの仕事が大好きです、ライトさんに悪いことはしていませんと言ったのだが、刑事が逮捕すべき人物がわかるだろうか。怪しいのはジェームスだ。家にゲームルームはないから、彼は嘘をついているに違いない。また別の女性が毒殺されたのだが、今度はパーティーでのことだった。バイオレットはソーダを数口飲んだだけで意識を失った。同じソーダを飲んでいた他の人たちは無事だったので、誰かが彼女の飲み物に特別な何かを入れたということになる。事故から10分後に警察が到着した。アバは、ひどい話です、彼女は飲み物を取りに行き、私は2階で踊っていましたと言い、ネイトは、何も見ていないよ、食べ物や飲み物がある部屋には1時間以上いなかったんだと言い、エリアスは彼女が一人で倒れているのを見つけてすごく怖くなったと証言した。嘘つきは誰だろう。ネイトだ。彼が1時間以上前に飲み物を手に入れたのなら、なぜ飲み物の氷は溶けなかったのだろう。彼はバイオレットと同じ時間にそこにいたはずなのに嘘をついている。カラム刑事は行方不明の少女ミアを探す事件を追っていた。彼女は夜中に寮から姿を消したらしい。親友のアダムは、彼女は授業に出ていなかったし、メールをしても返事がなかった、様子を見に行ったらここにもいなかったと言い、隣人のジーナは、昨日の夜ここで彼女を見たけど普通に見えましたと言い、ミアの妹のダナは、そちらから連絡があるまで事件のことは知りませんでした、新しい情報を教えてくださいと言った。刑事は部屋を調べに行き、そのうちの一人を逮捕したのだが、誰だかわかるだろうか。ミアの壁に貼ってあるカレンダーを見てほしい。4、12、8、3と数字が書いてある。これはメッセージかもしれない。解読してみよう。それぞれの数字は月を英語にすると、4はエイプリル、12はディセンバー、8はオーガスト、3はマーチである。各月の最初の文字は誘拐犯の名前を示しているので、犯人はアダムだ。サムは盲目の男性でデートに出かける準備をしている。
彼は4つの靴下が入った箱を持っており、それらは黒かグレーのどちらかである。サムは2つの靴下を取り出し、その靴下が灰色の靴下である確率を2分の1とすると、黒い靴下である確率は何だろう。それぞれの色の靴下が2枚ずつある場合、灰色の靴下が2枚ある確率は黒い靴下を2枚選ぶ確率と等しく、それぞれ4分の1だ。灰色と黒の靴下を1枚ずつ選ぶ確率は2分の1だが、ここで灰色の靴下を2枚選ぶ確率は2分の1であり、灰色の靴下が3枚、黒が1枚ということになる。つまり黒い靴下が2つ手に入る確率は0である。ある陰鬱な日、雨が降り始めると同時に、警察官がある女性から誰かが自分の車にぶつかって走り去ったという一本の電話を受けた。女性と一緒に現場に到着した警察官は、女性が唯一覚えていた赤い車という特徴に当てはまる車を見つけた。持ち主は車を直そうとしていたところなんです。1時間前に突然故障して打ち合わせに遅れそうなんですというのだが、警官は彼を信じるべきだろうか。雨が降り出したのはつい先ほどのことだ。もしこの男が1時間以上車を修理していたなら、車の下の地面は乾いているはずだ。しかし濡れているということはかなり怪しいぞ。さて、難しく考えるのは少し休憩して少し目を鍛えよう。アシュリーは1ヶ月の休暇を取り、デンマークの友人を訪ねるが、必要なものが見つからず困っているので彼女を助けてほしい。彼女の部屋の写真と必要なものを見せるので、その中から必要なものを見つけてほしい。では寝室から始めよう。全てのアイテムが見えるだろうか。これが彼女のマフラーで、手袋はあそこ、そしてバックパックはここだ。さて、リビングルームだ。ヘッドホン、パスポート、携帯電話を探してほしい。全部見つかった？最後にバスルーム、口紅、ヘアブラシ、日焼け止めが必要だ。見つけられるだろうか。ブラシ、日焼け止め、そして口紅はここ。ありがとう。ある晴れた日、保険代理店は顧客のスミス氏から電話を受けた。スミス氏は財産と持ち物に保険をかけている。彼は何者かに家に押し入られ、貯金と高価な時計のコレクションを盗まれたと報告した。会社のケースワーカーが調査に派遣されたのだが、家はめちゃくちゃだった。それでもケースワーカーはスミス氏が自作自演をしたと結論付けた。なぜかわかるだろうか。床に置かれた皿、コップ、瓶を見てほしい。どれもかなり壊れやすいが、どれも壊れていない。強盗は物を安全に保管することに気を配らないが、スミス氏は気を配るので、強盗を演出するときに注意深く全て地面に置いたのだろう。保険代理店のおかしな話をもっと紹介しよう。この夫婦、ディーンとジーンは生命保険に加入している。ジーンの頭に大きなつららが落ちてきて脳震盪を起こしたという。ケースワーカーが家に来て一部始終を聞いた。ジーンはここに座って家の壁にペンキを塗っていました。つららが屋根から落ちてきて彼女の上に落ちたんですと証言したのだが、ケースワーカーが信じなかった理由がわかるだろうか。つららが屋根からぶら下がっているのは事実だ。でもディーンは、事故当時ジーンは家の壁にペンキを塗っていたと言った。もしそれが本当なら、つららは彼女に当たらないはずだ。ジーンは完全に屋根に覆われているはずだ。別の日、別のケースの話だ。嵐の翌日、ある男性が保険会社に電話し、風で折れた木に車が押しつぶされてしまったと告げた。ケースワーカーが調査にやってきて、またしても詐欺だと結論付けた。なぜ彼女はこのような判断を下したのだろうか。
風で折れたはずの木は完全に切られている。